おはようございます。エテポンゲです。グラドンがね、グラドンが復活してしまい、隣の地下っていうか地底から行く、なんて町だったかな、なんて町だったかちょっと忘れちゃったんだけど、ルネシティだったっけ、ルネだったかな、なんかそんな感じのところの祠に向かったので、向かいましょうか。はい。ちょっとね、今、恒例のね、恒例の皆さんご存知、コメント返信コーナーやろうかなと思ったんですけど、ちょっといかんせいなんかここの BGM が好きじゃないので、とっとと行こうと思います。行きます。で、あれなんですよね。空を飛ぶないから、ちょっと普通に海で行きますね。どっちだったっけな ?127 から普通に左から行って、行けたよね。メロクラゲ。ちょっとこれ BGM ずっとこのままかな。なんかすごい嫌なんだけど、この不穏な感じ。この、FF7 のメテオゴみたいな感じの BGM すごい嫌なんだけど、恒例のコメント返信コーナーやりたいんだけどな。海中に行けばね、海中に行けば BGM 変わるでしょ。あ、変わった。コメント返信コーナー。はい、今回はパート80。今、83までアップできております。で、80ね。まずは、やっぱり、オメルビはバクーダの潜水艦なのか。アルサファはサメハダーの潜水艦ですよ。あ、違うんだね。え、なんだろう。アルファサファイアは、あれ?青霧さんがメインで出てくるのかな?そういうことかな?違うんだね。はい。ありがとうございます。コメントありがとうございます。ね、我慢しなくていいんだよ。高評価押しちゃいなよ!うぜえ!うぜえ!いや、ありがとうね、本当に。高評価ありがとうございます。こっちも押してくれてありがとう。押してますよ。エッツさん、超面白いっすもん。面白いし、とてもいいっす。いいっす。ありがとう。ありがとう。ツイッターの方もね、ありがとうね。忘れ去られた銀河だ。銀河だ。忘れたというか、エッツさん、おそらくダイパーやってないわら。やってないね。やってないわ。何ダイパーやってないわ、って。ダイヤモンドパールやってないで。リメイクされないかな。グラドンに使う、後悔しますよ。あ、マスボかな、これは。だから、ちょっと考えようかな。多分ね、今このまま、グラドンのところ向かったら、捕獲イベントになると思うんで、クイックボール使うかな。ちょっとマスターボールは本当にギリギリになるまではちょっと温存しておこう。もうこれはダメだっていう時になったら、そういう状況になったら使います。マルマインマスターボールおめでとうです。ありがとうございます。マルマインはね、今ではうちのリグラーメンバーなんでね。ありがとうございます。マルマインマジで好きなんだよな。色違いマルマイン欲しいな。クイックボールを使わなくてもヒエルボールを使えばいいのでは。そうなんだよね、ヒエルボールって本当に全回復で捕獲できるのかな。ちょっとね、試したことないから、ちょっと怖いんだよね。どういう感じなのかなって。本当に全回復でボックスに送られる仕様だったら本当いっぱい使えるけど。どうなんだろう、一回ちょっとね、ググってみるわ。ね、ググれカスだね。
グッドボタン押してよ。ありがとう。ありがとうございます。マスボはクリア後のエピソードデルタまで撮っておいた方がいいですよ。ネタバレ注意。デルタはレッグーザとデオキスが出てきます。どっちに使うか、考えておいた方がいいですよ。かしこまりました。なるほどね。クリア後のやつだね。伝説が、いっぱい出てくるっていうのは、聞いていたんで、うん。まあ、そこまでね、ちゃんと、エテの縛りは継続的に続いていきますので、うん。よし。ありがとうございます。コメントいっぱいありがとう。高評価もありがとうございます。よし。じゃあ、行きましょうか。多分、ルネシティ。うん。ルネシティで合ってんのかな。グラードンだろう。どうしようかな。捕獲要員っていうか、やっぱり、眠らせれる技とかを持っているモンスターがやっぱ欲しいよな。そうなると、機能ガスタかな、やっぱり。あ、また。また BGM 始まっちゃった。まあいいか。どこだって、ここはジムだから。すごいよ、なんか。最初来た時より日差しが強い。ちょっと一回ここでセーブ書いておきます。日差しがすごい。こっちだったっけ？いや、違う。こうだ。で、下の橋を渡って、うわぁ、もうなんか真っ白画面が。すごい。こうだよね。あ。よし。大悟さんと、誰？たける兄さんかな。たかしくん。やはり来てくれたね。待っていたよ。ひどい日照りだ。まるで世界のすべてを焼き尽くすような灼熱。そうだ。彼の話を聞いてくれ。たける兄さん。私はミクリ。この町のジムリーダー。そして、目覚めの祠を守る者。この日照りは目覚めの祠からの力によって起こされています。うん。みくりさんだって。それは藍色の玉。わかりました。私についてきなさい。本当バカだよね。松房は。うん。両方持っていけばよかったのにね。まあまあ、今は、なんか、後悔してるみたいだけどね。ははグラードンやっちまって、おらー言うて。人がポケモンが生きていくのに必要な光なのに、どうして僕たちを不安な気持ちにさせるんだ。うん。ルネの真上に見える太陽はさらに輝きを増して、方圓すべてを照らし尽くす。このままではソーラービームを一旦で撃たれてしまう。これは大変だ。晴れば歓喜。そうそう、日照りが強かったらね、ソーラービームはね、一段目で撃てるからね。うん。あ。なんでかがりちゃんがいないんだろうな。なんでホムホムなんだろうな。帰れよ、ホムホム。そこのポジション、かがりちゃんに譲れよ。マグマランとアクアダン。待ってたぜ、ガキンチョよ。リーダー松草、チャイルドにあれを。わかっている。我がマグマ団とデボンコーポレーション、方圓の科学技術力を結集して作り上げた。これを貴様に託す。何？マグマスーツ！いらねえ！捨てろもそんな捨てろもすぐ捨てろ。なんだよそれ。君たちの着ているやつか、それは、これは。本当は我々がグラードンとの接触に備えて用意したものなのですが、もはや我々にはどうにもならぬ状態。あなたに頼るほかないのですよ。しかしだ、このマグマスーツをもってしても自然のエネルギーによって激しさを増したマグマの中を進めるのか？たかしに。我々の計算をはるかに上回る勢いの可能性が高い。それならば心配いりません。彼の持つ藍色の玉、その個の力が、体
彼とポケモンを守ってくれるはず。そうか、確か送り火山のジジババが言ってやったぜ。言ってやがったぜ。紅色の玉はグラードンに力の解放、原始回帰をもたらし、逆に藍色の玉はそれを収める力を持つってな。ほう。目覚めの祠に触れるエネルギーは、溢れるエネルギーはグラードンの力の源となるものと同じ。それを、収める力を秘めた藍色の玉があれば、エネルギーによって激しさを増すマグマの勢いを和らげることができるはずだ。読めた。和らげるで合ってるよね、これね。読めたぜ。今日調子いいね、今日。今日調子いい。いつものエティさんだって読めないから。わ、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 とか言ってるよ、ずっと。わ、わ、わ。もちろん、藍色の玉の力だけでは、グラードンの待ち受ける、方園の底にはたどり着けない。先ほど、君が譲り受けたスーツの力と合わせて、初めて、自然の脅威に立ち向かうことができるんだよ。うん。たかしくん、君が藍色の玉を持っていたとはね。大丈夫、君と、君のポケモンなら、何が起きてもうまくやれる。僕はそう信じている。私たち、ルネ、合ってたじゃん、ルネじゃん、やっぱり。ルネの人間は、この目覚めの祠の中に、入ることを許されていない。ですが、君は、行かねばならない。その藍色の玉と共に。例えるなら、祠の中で、何が起ころうとも、何が待っていようとも、例えるなら、例えるなら、藍色の玉を持ち少年。我々、ルネの民を守るために、いざ出発するが、実はその少年はもともとルネ出身のものであったがために、中で死亡。といったところだな。うん。俺らも団員を集めて、被害を受けている奴らや、ポケモンたちを助けて回る。いいやつじゃん、ガキンチョよ。てめえにだけ重い荷物を背負わせちまってすまねえが、一丁、任せたぜ。いいやつじゃん、やっぱり。貴様。いや、君には迷惑をかけてしまい、本当に申し訳ない。だが今、グラードンを相手に立ち向かえるのは君と、君のポケモンたちだけなのだ。世界よ、我々の世界よ。頼む。身勝手な奴らだ。あ、はるかちゃん。はるかちゃん。たけしくん。ルネの周りが大変って聞いて、そしたらテレビ並みにたかしくんの姿が映ってたから、もういついても立ってもいられなくって、飛んできちゃった。何このラブコメ的展開。ワンチャンあるこれ。で、マグマ団にアクアさん。いいね、かわいいね。この、驚いたこのさ、表情いいね。はるかちゃん、それ。それ、グッドフェイスだわ、それ。今週のグッドフェイスだわ、それ。なんていうか、その、いろんな意味で、びっくりすることばっかりだよ。多分、私が想像つかないくらい、すごいことが起きてるんだよね。だから、何も聞かないよ。私は、私で、今自分にできること、探して頑張ってみる。そして、ずっとたかしくんが、無事でいてくれること、お祈りするから。だって、うち、たかしはんのこと、すっげねん。一番の友達だもん。帰れ。さあ、いいのかな、もう行っちゃって。ちょっとお話聞いていこうか。あの、アイロンたまった。祠の中で何が起ころうとも、何が待っていようとも。あ、ちょっと待ってね。なんか強制回復ありそうだわ、ここなんか。なんか嫌な予感がする。こういうとこって大体強制回復あるからね。うん。私は私で今自分にできること探して頑張ってみる。そしてずっとたかしくんが無事でいる。はい、はい。はい、はい。大丈夫。君と君のポケモンなら、何が起きてもうまくやれる。僕はそう信じている。今、方園地方のバランスが大きく崩れようとしています。
送り火山のおじいさんの言い伝え、あれは本当だったのですね。何ここ談笑してんだよ。おいおい、一服してんじゃねえぞ。君には迷惑をかけてしまい本当に申し訳ない。だが今グラードンを相手に立ち向かえるのは君と君のポケモンたちだけなのだ。世界を、我々の世界を頼む。聞いたよさっきも。俺らも、聞いたよ。よし、今こそ我らの科学力で未来を切り開くとき、マグマ団の誇りにかけてバリバリ踏ん張りますよ。なんかあれだよね、これ休憩室の喫煙所みたいだね、こいつらだけ。なんか休憩室の喫煙所、この松伏と青霧が正社員で、まあ結構その仕切ってる感じの2人、うん、けどやっぱりあんまり仲良くないから、だから時間帯が違うのかな、うん、午前午後みたいな感じで時間帯が違うリーダーたちで、でそのこいつがその、ま、松伏と同じ時間帯に入っているもう一人の正社員で、なんかそんな感じだねこれ。行こうか。どうでもいいわ。どうなってんだろう、ダンジョンになってんのかな。あ、なんか急に爽快な BGM になった。大丈夫かな。あ、結構深そうだね。あ、なんかあるな。よし、プロスパー、パーフェクトボディ、パーフェクトボディ。ポケモン出るかだと思ったよ、なんかだと思ったわ、絶対だと思ったもん。なんか洞窟って言ったらゴルバット出せばいいと思ってるからね、うん、洞窟いやゴルバット出しときゃいいだろうみたいな、そういう考えやめようぜ。なになに、左から行きたい。下に降りていく、これはスタイルの、祠だと思うから。うん。クチエト？クチエト出んのか。いやー、けどレベルが低いよな。うん。レベルが低いわ。さすがに。まあ、即戦力であることはまあ間違いないんだけど、いかんせレベルが低いな。何これ、割れないんだけど、通れないんだけど。ダメだって。うわ、口ひと出んのか。ちょっと久しぶりにさ、これつけとこう。うん、臨時ニュース流しとくわ。ちょっと、うわぁ、クチートナイト持ってるよね。レベルけど34とかだったからな。しかもオスだったしな。やっぱクチートと言ったらやっぱメスでしょう。よし。あ、いらねえ。二つの組織が力を合わせて世界の危機に立ち向かっているようです。生命判断の時間がやってる。うぜ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 。よし。あ、けど、あんまり入り組んでなさそうだね、ここのダンジョンは。うん。クチートレベル40ぐらいのやつが出てきたらな、ワンチャン考えるんやけどな。34だろう、35か。で、威嚇。オスはいいわ。まあけど、捕まえたとしてもな、フェアリー、鋼だろう。で、メタグロスいるしな。いや、ないな。うん、口糸はないな。ないない。もし誰かが、やられちゃったりしたら、ちょっと口と考えておこう。うん、口。ゴルバット。ゴルバットと口とと。
悩むな。でこれグラードンってかグラードンだよね、もう完全に。ちょっともうちょっといちいちさ、もう3回ぐらいでいいわその地響き。てかついたくさくね。